さんもやっとさ、今日は2020年の令和2年8月20日の木曜日になります。妙見チャンネル、妙見です。そしてタク八郎と対談してきて、そしたら妙見が出てきて、妙見どうだって言ったら、あいつはもう落ち目ですよっていう風に言ってたのを聞いてきたアノニマス。というわけで今日は何の日だ。今日は誕生記念筆の日、赤ちゃん筆の日とも言います。愛知県豊川市に本社を置き、赤ちゃんの産毛毛髪で記念、誕生記念の筆、赤ちゃん筆を制作している赤ちゃん筆センター株式会社が1999年の平成11年に制定と。日付は8月をハッピー、20日を筆と読み、ハッピーな筆とする語呂合わせから、赤ちゃんの健やかな成長を願って誕生日に記念筆を贈るなどのイベントを PR している。記念日は一般社団法人日本記念日協会により認定登録されております。ところで赤ちゃんってさ、どれぐらいまでが赤ちゃんなんだふと思ったんだけど、1年通して赤ちゃんなんじゃない。生まれて1年1歳ぐらいまでってことでいいのかな。1歳ぐらいまでいったら赤ちゃんじゃなくなるからね。どんどん変化してるからね、まあ、というわけで8月20日誕生日の有名人、この人も有名人だよ、有名人だよ、当たり前だよアグネスちゃん、はい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 、香港出身の日本の歌手ですね。そっか、香港出身か。今の香港の状態すごい心配なんじゃない。でエッセイストでカトリック教徒、アグネスってのは洗礼名らしいです、うん、中高は香港の高級住宅街に立つカトリック系ミッションスクールメリーマウント中学を卒業、トロント大学卒業、1992年の6月にスタンフォード大学大学院教育学博士課程を修了、1994年には博士号が授与されると。すごいね。ちなみに今はもう帰化して日本人ではあるらしいですけどね。ただあれですよね、アグネスちゃんが入ってるユニセフと黒柳徹子のユニセフは全く別物っていう。初代日本ユニセフ協会大使とか、国際連合の一機関である国際連合児童基金の東アジア太平洋地域親善大使とかもやってたりすると。初代微笑み大使らしいですね。というわけで8月20日誕生日の歴史上人物になります。高杉晋作、はいはいよ。江戸時代後期の長州藩士で、幕末に長州藩の尊王攘夷の志士として活躍と。騎兵隊など諸隊を創設し、長州藩を倒幕の方向に向けたと。ちなみにこの騎兵隊がいわゆる今の自衛隊の元、うん、まあそういうのがあって、自衛隊にはあの元々長州弁が結構あるらしいよ。というわけで8月20日誕生日のアニメ漫画キャラクター、これ久々に出てきたな。ラキスタから泉コナタのお母さんの泉カナタ、ほんとそっくりですよこの親子お父さんの泉総一郎だっけな、総一郎だっけな、がロリコンと思われてもしょうがないぐらいそっくり。というわけで今日8月20日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた。